はいどうも、美容師の宝田です。今回はですね、白髪予防の対策についてお話ししたいなと思います。30代以降からね、白髪が増えてくると思いますけれども、どのようにしてね、この白髪と戦っていくか、この辺をですね、皆様にお伝えしようかなと思っております。白髪にお悩みの方はですね、ぜひよかったら最後まで見ていてください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。やはり私個人的にもですね、30代を過ぎてから白髪がね、かなり急増していって、白髪染めをもう毎月のようにやっているんですけれども、美容室でね、1ヶ月に1回白髪染めをしていくっていうのはですね、大変だなと思われる方たくさんいらっしゃると思います。正しいね、知識をつけていただいて、どのようにね、白髪と向き合っていくか、こちらがね、これからの時代に大切なんじゃないかなと思います。美容師の観点からすると、まあ、白髪染めっていうのがですね、白髪を増やす原因なんじゃないかなって言われている方もいらっしゃいます。その辺はですね、かなりね、可能性としてはあると思うんですけれども、白髪染めの回数を減らしたりとかですね、ホームケアでですね、頭皮の環境を整えていただく、こちらがですね、かなり大事なんじゃないかなと思います。まあ、なんでね、白髪になるのかなっていうところのお話なんですけれども、毛根内にですね、メラノサイトというところがあります。はい、そちらをね、通過するタイミングでメラニンというものを注入されるんですけれども、このメラニンが注入されて、まあ、黒い髪の毛として生えてくる、まあ、これがですね、正常の働きなんですけれども、この髪の毛のメラノサイトを通過するタイミングでですね、この正常にですね、メラニンを注入できなくなる、まあ、そうすることによって、まあ、白い髪の毛が生えてくるよということになってます。ということでですね、このメラノサイトというのがですね、正常に働かせるためにですね、どのようにしていくかということが大事になってきます。やはりね、食生活だったりとか、まあ、適度な運動だったり、ストレスを緩和していく、まあ、こちらもね、かなり大事になってくるんですけれども、まあ現代の女性男性含めね、もう忙しい方って多いじゃないですか。ですので、こういうね、仏のような生活をして、まあ、本当に白髪がなくなるんだったらね、またいいんですけれども、老化だったり、まあ、加齢とかによってね、まあ、白髪もまあまあ出てくる方が多いんじゃないかなと思います。美容師の観点からね、お話しすると、ヘアケアに関してはですね、白髪に対応してくれるシャンプーというのが、まあ、何個かございます。日々ね、使うシャンプーをですね、白髪にも、まあ、効果的なシャンプーを使っていただくとですね、まあ、白髪予防にあって、必然的に髪の毛がですね、まあ、黒に生えてきたりとか、これ以上白髪が増えなくなったりとか、まあ、そういうところでですね、まあ、楽してね、白髪に、対応して、まあ、少しでも抵抗していただければいいんじゃないかなと思います。永遠のね、悩みである白髪、どのようにして抵抗していくか、こちらをですね、お話ししていこうかなと思います。まずはですね、このシャンプー選びの際にですね、この白髪のね、お悩みの方たくさんいらっしゃると思いますけども、どういうね、シャンプーの成分入っているものを選べばいいのかというのをね、お話しします。まずはですね、白髪対策に有効な成分、まずは1つ目、ヘマチン、メリタ、フコイダン、ヘナ、はい、こちらね、4つの成分が入っているかどうかを確認します。まずはですね、このヘマチンというのは白髪のね、原因である活性酸素を取り除いて、頭皮環境をね、整えてくれますよという成分になっています。はい、あとはですね、メリタン、先ほどね、お伝えしたメラノサイトのね、こちらをですね、活性化させてくれる成分になっています。あとはね、フコイダン、こちらのね、フコイダンに関しては頭皮のね、保護、あとはね、バリア機能、頭皮環境を整えてくれる、まあ、こちらがね、かなりね、大事な成分になってます。ヘナに関してはですね、まあ、ヘナ成分入りのシャンプーを使ってしまうと、髪の毛の色がね、若干暗くなったりとか、白髪はね、染まってくれるんだけど、全体の色がね、トーンダウンしてしまう可能性がありますので、そうなりたくないっていう方はですね、ヘナの入ってないものを使っていただく必要があるかなと思います。まあ、ちょっとでもね、白髪を隠したい、ぼかしたいという方はですね、このヘナ成分入り、とってもね、天然成分で、ね、有効的な成分になってますので、このヘナ成分入りご自身で、ね、選んでみてください。あとはですね、大事な部分に関しては、アミノ酸系というものをね、選んでくださいねと言われております。このね、シャンプーに関してはですね、この内容成分、洗浄成分がね、大事ですよというね、何回もお伝えしてますが、こちらの洗浄成分がね、どんなものを使われているか、皆様ね、ご自身で確認していただく必要があります。こちらをですね、アミノ酸系のものをね、ぜひよかったら選んでみてください。はい、3つ目はですね、3ヶ月以上ね、使い続けれるかどうか、それぐらいの価格帯のものを選んでください。このシャンプーをですね、有効的に実感していただくためにですね、やはり最低半年から1年ぐらいをね、使い続けていただく必要があるかと思います。ということでですね、まあ、白髪に対応してくれる成分が入っているかどうか、あとはですね、洗浄成分がマイルドかどうか、あとはですね、3ヶ月以上、半年以上使い続けれる価格帯のものかどうかというですね、こちらがかなり大事になってきます。はい、ということでですね、白髪を予防してくれるかなというね、おすすめのシャンプーをですね、今日はご紹介したいと思います。まずは1つ目、ハル、はい、こちらはですね、エイジング向けのシャンプーでもご紹介したんですけれども、白髪にも対応してくれるということで、結構ね、個人的にはおすすめのシャンプーになっております。こちらのね、ハルのシャンプーに関してね、すごく使いやすい、そしてね、白髪にも有効的な成分がいっぱい入っている、
あとはですね、大事なね、育毛効果もあるというところが、栄養成分オンパレードに入ってるなというのが、ね、すごく好きなシャンプーの一つになります。あとはですね、まあシャンプーとトリートメントが一緒になっているようなものなので、まあ基本的にね、1回のすすぎで終わってくれるので、すごくね、使いやすいなと思います。まあ大事なね、界面活性剤から見ていきましょう。ここいるグルタミン酸 TEA、 ここいるメチルアラニンナトリウム、ここいるグリシンカリウム、こちらですね、シャンプーの界面活性剤、命ですよと言われておるんですけども、かなりね、優秀な界面活性剤が入ってるかなと思います。やはりね、油汚れ、結構ね、ワックスつける方っていうのはですね、二度洗いがおすすめにはなってるんですけれども、まあ基本的にはですね、こちらシャンプー洗浄成分に関しては優秀かなと思います。こちらのね、内容成分に関してはですね、もう白髪もカバーしてくれるヘマチン、このね、ヘマチンに関してはですね、まあかなり優秀な成分なんですけれども、この白髪の原因である活性酸素というのをね、抑えてくれる成分なので、かなりね、ヘマチン入りのシャンプー、美容師サイドも優秀な成分なので、こういうのが入ってると安心感あるなと思います。内容量に関してはですね、まあさほど多くないかと思うんですけれども、このヘマチンっていうのがね、入ってるだけで、まあ基本的に安心感あるなと思います。キャピキシル、こちらはですね、ミノキシジルの3倍の効果があるよと言われるね、育毛効果に特化した、まあ注目の成分です。白髪にお悩みの方、育毛に力入れたいわという方はですね、まあこちらの成分かなり有効的な成分になるので注目しておいてください。こちらのね、シャンプーっていうのはですね、まあ基本的に白髪をね、これ以上増やさないよっていうようなシャンプーなので、白髪を黒くする能力っていうのは、まあ基本的にないかなと思います。ですので、白髪を染めたいよという方はですね、まあ白髪染めシャンプーっていうのをね、使っていただいて、白髪予防シャンプーなので、あくまでも予防という観点で、ぜひ使ってみてください。もう一つね、おすすめしたいシャンプーはこちら。はい、サンコールの R21、ボタニエンスシャンプーです。こちらですね、僕も白髪に悩み始めて、使い始めたっていうぐらいね、昔からね、結構使ってるシャンプーにはなるんですけれども、使用感良かったんで、皆様にしっかりお伝えしようと思います。サンコールさんって言って、美容室のシャンプー剤とか、パーマ液とか、もうとにかくね、有名なメーカーさんなんで、まあ基本的に内容成分にもね、もう抜かりなくいいもの入ってるなっていうのがね、印象的にあります。代表的なですね、界面活性剤に関してはですね、ココイルタオリンナトリウム、ココアンホッサン NA、 ラウロイルメチルアラニンナトリウム、まあ、こちらがですね、代表的な界面活性剤、まあ割と全然問題ない、遜色ない、界面活性剤かなと思います。一番ね、やはり大事なの、今回は白髪に対してどうアタックしてくるかっていうところなんですけれども、まあやはり代表的なヘマチンですね。まあこちらもふんだんに使用されているかなと思います。少しね、シャンプー剤も若干ね、色がついているような、ちょっと薄茶色いシャンプー剤なので、まあヘマチンがですね、配合されているなっていう感じが、あ、すごくね、印象的で結構ね、おすすめかなと思います。このヘマチンはですね、やはり髪の毛に張り腰を与えてくれたりとか、パーマの持ちやカラーの持ちをね、良くしてくれたり、まあ白髪のね、活性酸素っていうのを抑えてくれるよという成分になってます。あとですね、この POD っていうね、育毛成分もしっかり入ってますし、このね、プラセンタエキス、頭皮のね、血行促進を促してくれる成分だったりとか、加水分解シリーズっていって、基本加水分解した、まあ、シリコンだったり、ケラチンだったり、コラーゲンだったり、たっぷりね、栄養成分入ってるので、白髪も守りながら、結構ね、髪の毛もセットで一体化で守ってくれるような成分かなと思います。こちらのね、シャンプーに関しては、おすすめの方っていうのはですね、まあ、髪の毛にボリュームが欲しいよっていう方だったりとか、もちろんね、白髪予防したいよっていうか、あとは髪の毛のね、ごわつきをね、抑えたいよという方、こちらがですね、かなりね、おすすめになってくるかなと思います。少しね、値段が高いのがちょっとね、問題点かなと思いますので、まあ少しね、Amazon とかで調べると、まあ定価よりも、少しね、ワンランク、ツーランク値段が下がったような商品があったので、まずね、お試しで使ってみたいなっていう方は Amazon とかネットで一回買ってみてもいいかなと思います。今回はですね、まあ個人的に気になる白髪の改善してくれるシャンプーというのをですね、皆様にご紹介してきました。やはりね、30代から白髪、まあ僕もかなり爆増して悩んではいるんですけれども、またね、随時いいものあったら皆様にご紹介したいと思います。皆様ももしね、この商品結構良かったよというのがあれば、ぜひよかったら教えてください。僕もね、かなり悩んでますので、皆様でね、一緒に共有して、より良いね、髪の毛、より良いね、頭皮をしっかりね、育んでいきましょう。ということでですね、このチャンネルでは、まあ美容室で聞きづらいね、シャンプーのことだったりとか、前髪の切り方だったりとか、子供のね、ホームカットのやり方、こちらをですね、メインで話しております。僕がね、プロデュースしたホームカット専用のハサミもね、よかったら概要欄リンク貼ってますので、よかったら覗いてみてください。ということで、今回はこの動画で終わります。ありがとうございました。どう？いい感じ。まっすぐまっすぐ。どうかな？ヘアカットを家族の楽しい思い出にゆとり。